皆さん、おはようございます。フリーザですよ。はい、ということで今日も PUBG モバイルやっていきたいと思います。すいません、下手くそなモノマネで。ということでやっていきたいと思います。今日の動画はですね、ドラゴンボールコラボをきっかけに始めた方や、もしくは復帰された方への動画になっております。で、今回どんな動画かと言いますと、まずね、この PUBG モバイルっていうのは、たくさん武器があるんですよ。なので、どの武器を使ったらいいのかっていうのが、わからないと思います。でね、究極を言うと、最終的には好みを選んでくださいっていう話になるんですが、まあ、今回ね、使いやすくて強い武器をね、2つほど紹介しますんで、そちらの方をね、使っていただければね、まあ間違いなく勝てるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ、こちらのおすすめ武器を使ってみてください。まず、一つ目の武器が UMP ですね。はい、こちらの SMG になっております。この武器ですね、何が強いかというと、近距離と中距離でかなりの力を発揮してくれるので、ぜひね、こちらの武器使っていただきたいと思います。まあ、つけるスコープとしては、このドットサイトさえつけていただければね、ある程度いいのかなと思います。まあ、実際にどういう風に使うか見ていってください。この UMP っていう武器は近距離の武器になってます。なので、このように腰打ちで使うことをおすすめします。はい。かなり近距離での戦いに優れているので、まあ、このようにね、敵が近づいてきたりすると使いやすい武器です。ただし、あまり遠距離向けの武器じゃないので、遠距離ではそんなに使う必要はないのかなっていう感じはします。なので、近距離と中距離で活躍する武器になっております。敵が近くにいる状況だと、使ってあげてください。はい、ということで、もう一つの武器は M416 になります。まあ、こちらの武器、かなり王道な武器なんですが、やっぱり強いんでね。ぜひ使っていただきたいと思います。この416はどういった場で活躍するかというと、もうどの距離でもね、割と戦える武器になってます。近距離、中距離、遠距離まで使えます。近距離に関しては、こういう SMG よりは強くないので、その辺は注意して使ってください。では実際にどういう風に使うかやっていきましょう。あとですね、この武器はアサルトライフルになってますんで、このようにしっかりとスコープをつけて、ある程度遠くを狙えるようにしておくと、使い勝手がさらに良くなるんで、ぜひスコープをつけてね、使ってみてください。はい、それでは実際に使っていきましょう。結構遠距離で使っていただけるといいと思います。はい。かなり安定した武器になってますんで、遠距離での打ち合いに優れています。なので、近くの敵を倒すというよりも、遠くの敵を倒すような感じ。はい、そんな感じで使ってください。遠くの敵だったとしても、撃ち抜くことができますんで、ぜひね、中距離、遠距離で使ってみてください。あと、大切なことはですね、こういう訓練所に来ていただいて、銃を撃つことをやってください。まずね、弾をまっすぐ撃てるようになることが大事なことなんでね、その辺をまず練習してやっていただけると、勝率がぐーんと上がると思いますんで、ぜひそちらの方を練習してみてやってみてください。ということで、この動画が少しでも役に立った、良かったよと思っていただけるなら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、時間が余ったので、マッチに行きたいと思います。それでは、どうぞ。よろしくお願いします。あなたもしかしてフリーザさんですか？どうも皆さん、フリーザです。わー、光栄だなー。なんか、あ、やばい、なんか飛行機の中にフリーザがいたわ、今、完全に。よし、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お、ドラゴンボール村に行かなかったんだ。なるほど。ね、ありがとうございます。うん。これ、私は学び終えました。フリーザ、学びました。学びました。これはね、外部から、はい、外部からもう負けましたよ。待って、もう負けた。うちのフリーザが負けました。トゥーナーボイスチャットじゃねえよ、お前。悲劇。起こしてあげよう。起こしてあげよう。起こしてくるよ。Please recall me. オッケー、オッケー。Got it.
待って待って、あれ3番さんって切断したんかい。そういうことかい。Thanks。 頑張りましょう。おっと、フリーザさん、やる気ももれ。私の言う通りにすれば必ず勝てますよ。さすがですね、フリーザさん。ドラゴンボールがあるみたいですよ、フリーザさん。おや降りてきましたよ、4番さんが。ありましたね、ここにありましたよ。4番さんにデスビーム。通信中って何ですか？通信中は、僕は大事に持っていたドラゴンボール。話を聞きなさい。フリーザさん、これ、イベントから来るやつをしばくためにここに来たということですか？そうです。なるほどですね。さすがですね。さすがにこんな早く、さすがにこんなに早く、コーリングに来る予定はなかったんですけど。まあ、ちょっとちょうどよかったですね。ちょっとついで感があって。ついにまあドラゴンボール取れたからよしとしましょう。わっと !SR の音が聞こえていく。どこだ？あっちからどうやって回ってるかだよね、敵が。それが。できれば場が正直にまっすぐ来てほしいんですけどね。まあね。そこはかなりね、倒しやすい位置だからね。お、やり合ってるやん。ちょうどあっちまで移動したんじゃない？あー、いるいるいる。そこだそこだそこだ。その先だ。岩上から撃てば、かなり熱そうじゃない？だな。ワンチャンありますね、これは。ちょ、ボット倒しとくね。ボット倒していく。ごめんね、ちょっと気づかれたかもしれないけど。いや、来てるやん、それ。シャオンしてる、シャオンしてる、シャオンしてる。ナイス？あら、溶けたよ。溶けたよ。全滅でしたね、チーム。一人だったんですね。これは、ボットさんですね。後ろがね、銃声になってるんですよ。後ろ切りましょう、まず一旦。後ろやっちゃいましょう、これ。やりました。回っていきましたよ。いけ、道は下、上下いる。オッケー、やったやった。甘かったー。やりましたよ。イケピーさん、私がおとりになりましたよ。すごいおとりでしたよ、今の。焦りましたよ、今の。完全にシェンロ呼んでますね。 230m 先いるんだよな。4番さん行っちゃったな。ナイス、イケピー。それナイスね、超ナイス。ナイスナイス。シェンロンが出てるよ。我々が出してなかったシェンロンが。これ上から狙撃できますよ、多分。これ上からカメハメハできるんじゃないですか。僕以上に引っ張らせてください。わかりました。結構な勢いでいけますよ。結構飛ぶんですかこれ。あ、やばい。あ、やばい。どこにいるんだそれ。見えないわ。カメハメハ撃ちたい。そこが。おう、やばい、まだまだいる。ああ、オッケーオッケー。目の前で伏せてました。撃たせてー。ごめん。オッケー。ナイスー、ジジー。お前がナンバーワンだ。はい、ということで、なんかフリーザもどきになりました。ケムクジャラなフリーザになってしまいました。やっぱ悟空とフリーザだったらドンカツできますね。できますね。やっぱそうだな。はい、ということで、このパーティーを皆さん見てください。悟空、フリーザ、フリーザ、人っていうこのパーティーですね。はい、ということで、ドンカツできました。フリーザさん、ありがとうございました。ありがとうございました。戦闘力はいくつなんですか？私の戦闘力は53です。